はいどうも、神々のトライフォースの実況プレイです。剣はさ、どのタイミングでできるんだろうね。まあ、とりあえず、あ、もうできてんだ。あ、そうなんだ。まあよかったけどね。あ、なんかあれだ、オレンジ味っぽくなったね。うん、オレンジ味っぽい。前回はなんかこうサイダー味って感じだったけどさ。はい、ではまあ状況なんですけど、まあ、とりあえずマップ出してみますね。あの、このダンジョンに行きたいんだよね。だけども行き方が全然わからないと。あの、左端の方に、なんだろう、移動できるところ、入り口があるっぽいんだけども、そこまでたどり着けないんだよね。だから今回何しようかっていうと、まあ、とりあえず、あの、光の世界に戻って、まあ、闇の世界、あ、なんだ、あ、宝箱だ。あ、なんかついてくる、しかも。まず戻ろうと。どこがいいかな？ここで戻っちゃおうか。なんかありそうなところ探そうかなと。あの、情報収集とかだね。まあ、いろんなことやろうかな。行ったことがないところっていうと、ねえ、例えばこことかね、何があるかわからないしね。まあ闇の世界もなんかあるかもしれないので、あ、そこの木に囲まれてるところもなんかまだ行ってないですよね。まあいろいろありますからね。まあ多分編集気味になるんじゃないかなと思います。じゃあまずどうするかな。ここでも話聞いたんだよね、一応ね。うん。なんか兵士が増えてるな。あ、なんかここにいた男の子もいなくなってるか。あれ宝箱いなくなった。宝箱どこ行っちゃったの？あ、これか。あ、ダッシュすると。なるほど、そうなんだ。どうしよう。まあいいや。あ、私と一緒じゃ入れない。宝箱喋ってない。宝箱喋ってるね。本当に、どうする宝箱。まあいいや、置いていこう。とりあえず、話を聞いていく。うん。この村にオカリナで動物たちと話ができる子供がいて、鳥を使って国中を駆け回ってたよ。きっとそのオカリナに不思議な力があった。え、ちょっと待って、もう一回。うん、オカリナで動物たちと話ができる、鳥を使って国中を駆け回ってたよ。あ、人がいますね。わしの息子は笛の好きな子じゃったが、笛、オカリナことかな。黄金の力を探しに行った。切り替えてこん。裏の世界にいるってことかな。じゃあちょっと闇の世界に行こうか。闇の世界に笛が好きな子がいるかもしれない。まずそこからか。まあ、どこにいるかだよね。そこはなんだっけ？ここ店だっけ？確か。そこ店だったね。あ、だけど、この辺にはでも人いなかったよね。ほとんど。この辺にいないってことはだね。とりあえずこの森行ってみるか。まだ一度見たことないはず。さあ、なんかあるかな。あ、人がいますね。こっち側に迷い込んだらこんな姿になっちまって、元の世界にいた頃はよく笛を吹いて遊んだものさ。動物たちの集まる小さな広場、懐かしいな。そこに羽の種と一緒にオカリナを埋めたんだ。うん、やった。よし、じゃあ探してみよう。表の世界に戻るってことですかね。あ、なんだこれ。ちょっと待って、なんか戻っちゃったんですけど、ここでやればいいかな。ここが広場か。そうなんだ。花の種と一緒にって言ったかな。だからシャベルで掘りまくればいいってこと。あ、なんだ、一発で。やった、一発で出た。
すげえ、すげえ勘。やったー。マジかよ。すごい勘だな。なんて効率プレイ。これさ、答え知ってたんじゃないですかって言われそうだよね。はい。でも僕はもうそいつを吹くことはできないみたいだ。口の形とかかな。形的に無理ですってことですかね。なんか狐っぽいしな。空気が横から漏れちゃうんだろうな、きっとな。僕の住んでた村に行くことがあったら、居眠りばかりしてる小さに渡してやってよ。なるほど。はい、聞かせてやる。あ、木になっちゃったんだ。ああ、なるほど。まるでダフネだね、これは。宝箱邪魔だな、これ。この人だよね。ちょっと待って。これを。これこれ。あったよ。元気でしたか？なんて言えばいいんだろうね。何も言いなさらんでもその顔見ればわかりますです。しけた顔したのかな。村の鳥にお金の音色を聞かせてくだされ。よし、聞かせてやろう。はい。あれ？ちょっと。ほら。違うのか？これかもしかして。あ、これだ。あ、そういえば。あ、弓を見る島でも、あ、でもちょっと違う展開。弓を見る島でも、この地下になんかあったんだよね。そういえばね。そうだった、そうだった。これ、もう一回吹くと？来たー！これだ。あれ？これだ。あ、これでいけるわけか？あ、これだ、これだ。これだ、これだ。よし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 。よし。ダンジョン行けそうじゃん。では、行ってみますかね。なんか虫がいっぱいいる。はい。こうじゃないのか？これだな。違いますね。これか。これだね。あ、左でもなんか入り口がある。それだ。左でも入り口がある。ちょっと待って。ちょっと行ってみよう。そこだけちょっと見てから。あ、あれ？これはなんだ？あ、宝箱か。よし、これ開けちゃおう。ルピーがあるだけ？なるほど、かけらか。よし、じゃあ行きますかね。よし、じゃあ行こう。よかった、今回中にダンジョンに来れて。ちょっと待って、いっぱいいるな。はい。さあ、どんなダンジョンなのか。これは？あ、見たことある、これ。これは剣で普通に倒すのかな。うわ、びっくりした。うわ。これは敵を全滅させるのかな。これは魔法では無理ですよね、きっとね。ちょっと一体ずつ確実にか。あと一体かな。
よし、いいぞ。ここは、とりあえず右に行ける。下に降りる前に右に行ってみるか。なるほど。直進してみようか。お、なんだ。あ、左に行ける。ちょっと待った。あ、左何だったんだろう。じゃあ、右何だったんだろう。もう一回行ってみよう。なんかこう崩れてたね。こうか。あ、そういうことか。あ、なるほど。宝箱まで来ちゃったか。とりあえずマップ欲しいな。とりあえずこれ降りるしかなさそうか。なるほど。じゃあ、とりあえずこれは下に降りるしかなさそうですね。あ、ダメだ。これ飛び越えられないのか。なるほどね。あ、びっくりした。下にいたのか。ま、あ、鍵って開けてそこに行けるんだ。なるほど。ここは、あ、なるほど。まっすぐ行ってみるか。こっち来ちゃっていいのかな。マップ欲しいな。あ、これは？あ、鍵だ。なるほど。途中で鍵で開けるところありましたね。そこに行けってことですかね。早くマップ欲しいな。あ、そこも鍵で開くか。あ、二つ目の鍵。なるほど。とりあえず下に行ってみる？下は、スイッチが入ってていけなかったところか。まあ、どっかでスイッチを押したいっていうことか。なるほど。あの、でっかい部屋の鍵のある部屋はさっきの下の部屋に通じてるわけだな。じゃあ、とりあえずここ、行ってみるか。とりあえず下見ようか。本命は上だと思いますけど。なるほど。大きな鍵がないと、そこの左の扉を開けることはできない。ということですね。上に何があるか見よう。ここは、ただの通路。あ、これはさっきの鍵があった部屋ですね。ここでっかい、広い部屋だよね。まだ絶対何かがある。この上ですよね。その通路の上。多分大きな鍵で開けるとそこの通路の先になるのかな？そうすると、あ、スイッチここか。鍵見つけました。まあ、この先行けるわけか。その壺を全部見たいけども、ここは、じゃあこれはどうする。この先にはいけない。多分いけないでしょ。マップだけ一応見ようか。はい、確認する。この下何かあるみたい。てか
通じてるみたいだね。まあちょっと一旦戻ろうかという感じですかね。まあちょっと戻ろう。この左行ってみるか。あ、じゃあマップを確認する。この左でも行き止まりかな。これ倒しちゃう。取りたい。よし、そこでも一応壺の中見るか。なるほどね。ここはだからまだ来ては意味がない。大きな鍵が必要ですね。さあ現状詰まり気味ですね。違う、マップを見る。明日行ってみるか。宝箱取れるか。これでここ取れる。あ、マップゲットしました。はい。なるほどなるほど。あの左上に何か行ってないところがある感じか。ちょっと待って、この上の、はい、この左の左ってことか。そこの壺なんだろうな。あ、ここまだ行ってないんだね。はい、じゃあ行ってみよう。あ、ナメクジがいる。あ、爆弾置くのか、あれもしかして。それ厄介だな。おっと、なるほど。ここはただの通路って感じですかね。下見るか。あ、ここはでも来たことがないですね。あ、宝箱。鍵入手と。そしたら、そこ開くわけだな。はい、マップを見てみる。まあ、この左に行けるね。で、その上の通路は開いていたっけ。ここも行けるか。まあ、見てみるか。あ、下なんか怪しいね。いや、開かないな。開かないね、これは。あ、この上行けなかったところですね。確か、トゲがあっていけなかったかな。見てみるか。はい。なるほど。しかし、この左には行ける。じゃあ行ってみようか。あ、大きな鍵が必要ですね。なるほど。じゃあここは無視だな。覚えておきましょう。じゃあそこは大きな鍵が必要と。だから大きな鍵で開けられる扉が2つある。ということだよな。念のため爆弾置いておけるか。で、宝箱も1つあるから。やはりここはまだってことか。じゃあこの左か。宝箱あるので、じゃあ鍵があるのでここ開けていけますね。はい、じゃあ今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。